キャリオンプレゼンツファジアのニュースは株式会社キャリオンの提供でお送りします。キャリオンさん、今日もありがとうございます。この番組はですね、このファジアのニュースはファジアの岡山のことをもっと知っていただこうと思い、視聴者の皆様に今のファジアの現状をお伝えしていこうという、番組でございます。ぜひ今日もお付き合いのほどよろしくお願いします。そして今日も一緒にですね、このファジアのニュースを届けていくのは、こちらの方、澤です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。緊急事態宣言下2回目の、オンラインでの配信になりますが、はい、在宅勤務でもうでも長いよね。A 班 B 班に分かれて僕らも出社してますけども、昨日はね、たまたま事務所で会いましたけども、ご自宅での勤務は、前回も聞きましたけど、どうですか、慣れてきましたか。いやー、どうなんですかね。やっぱりでも増田行ったら増田は集中力が増すと言いますか、はい、家ではやっぱりなんかこう誘惑があったりするので、はいはい、難しいですよね。そうだね。だからなるべくこう自分の目線から誘惑になりそうなものを外すようにするとか、そういうこう工夫をしないと負けちゃう自分がいるけど、でも差はそれで妥協せへん男だから、はいはい、自分との戦いで、ね、この在宅勤務で、そうですね。まああとは何ですかね、本当にいつ子供が入ってくるのか分かんないんで、はいはいはい、今もそうですけど、そうですけど自分の存在を消してますこの家から。そうか、ひっそりと。なるほどね。はい、子供がだからお父さん家におるってやったら遊んでってなりますからね。多分もういないと思ってますからね。ああ、はいはい、いるのバレたらもう遊んでってなりますからね。そうなんですよ、ガチャって多分開けてくるんで。確かに、はい、そんなこんなで、じゃあ今ファジアのニュースをこうやって届けてるわけですけども、でもファジアのニュースはしっかり存在感を増してる。そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。前回もですね、たくさんコメントを寄せていただきありがとうございました。今回もコメントを紹介していこうと思います。ノーファジアの岡山、ノーライフチャンネルさん、ありがとうございます。リモート収録とても楽しめました。次回も楽しみにしています、ありがとうございます。 YK さん、みんなで観戦企画、前回も楽しかったので今回も楽しみにしています。瀬島さんが登場も楽しみ、桜内さんもかっこいいですよ、ありがとうございます。サーさんもかっこいいですよね、ありがとうございます。続いてカトレア・ダビッドさん来ました。お、サッカーダイジェストのクラブレジェンド特集で、岩政、押谷両名を抑え澤くんが見事1位に選出されましたね、おめでとうございます。おめでとうございます。ところはね、ちょっと後ほどゆっくりと聞きたいと思います。澤くんと桜内くんが思うファジのレジェンドは誰でしょうか。気になりますが私はファビオ・ボカを選出します、ありがとうございます。ファジアの奥、ファジアの東京さん、宮崎選手、自分と年も近くで気になります。頑張っている姿をこれからもたくさん見たいです。そうですね、宮崎選手、これ宮崎智彦選手のことですよね、おそらく。続いてあかり製麺所さん、あ、これも澤さん、サッカーダイジェストのクラブ別歴代レジェンド1位選出おめでございます。いつかファジの社長になる野望はありますか、来てますよ。はい、ありがとうございます。さあ、サワが選ぶファジアのレジェンドは、これはでも、純粋にでも嬉しいくらいですか、歴代別のダイジェストの、はい、いいですよ。はい、嬉しいです。個人的には、ね、まあそうですね、自分だとは思ってましたけど俺しかいないだろうと思ってましたけど、お、はい、まあでも何ですかね、今後その歴史を変える選手が出てきてほしいと思いますし、そうね、まあ、そういった意味では関戸健二あたりがこう出てきてくれると嬉しいかなと。その心は、そうですね、同じ琉球出身ということもありますし、在籍年数も長い、あとは何ですかね、あ、
若い頃サポーターの方にプリンスというふうに、はい、言っていただいて、ね、はい、まずはサワーだね。でいつの間にかそのプリンスもケンジに移ったので、まあそういった意味ではちょっと、はい、ね、レジェンドがケンジになればいいかなとは思いますけど、初代プリンス沢口正人とすれば、はい、2代目プリンス関戸ケンジに譲っているということですね。ありがとうございます。まあね、これはもう本当クラブの歴史ですからね。やっぱりまあ沢が言ってくれたように、やっぱりもしこれが岡山県生まれ岡山県育ちの選手が、うん、本当にレジェンドになれば僕らもやっぱりこれ嬉しいですし、そういった選手が次々とね出てくることを楽しみにしていきましょう。はい、それでは今日のヘッドラインに移りたいと思います。今日のヘッドラインはこちらです。どうぞ。じゃん、出てますけども、新加入&新加入内定選手の紹介、そしてゴールシーンの振り返り、上条選手ゴール解説、宮崎智彦選手インタビュー後編、前回が前編でしたがね、今回後編で、そしてこれ沢からのお知らせで、アジアのサッカースクールのお知らせです。でそして、6月5日東京ヴェルディ戦のお知らせというふうになっております。じゃあ早速なんですけども、新加入そして新加入内定選手の紹介をしていきたいと思います。先般ですね、徳島ボルティスより阿部隆選手の新加入が発表されました。育成型期限付きでの、加入になっています。左利きのセンターバック、中央大学ではなんと野口選手と一緒にプレーをしてきました。楽しみですね。左利きのセンターバック、まあ、去年はチェジョンの選手がいましたけども、結構センターバックで左利きっていうのは希少価値の高い選手だと思うんですけど、差的にはどうですか。そうですね、まあ、左利きから、パスが前線に入ったら前線の選手も、パスを受けやすいですし、また攻撃のバリエーションも増えると思うので、うん、いいかな、ね、はい。ただ本当にこう左足のキックって結構多彩な、やっぱ左利きの選手ってキックの質が良かったりするじゃないですか。そのボールの持ち方とかでやっぱり相手が、ね、こう限定できないようなキックの種類とかもあると思うので、ぜひ皆さんも楽しみにしていただいて、阿部選手これ阿部海人選手と同じ阿部なんで、まあ、ちょっと感じは違いますけど、今後もしかしたらダブルセンターバック阿部っていうのが、ね、あるかもしれないですけど、これ現場ではピッチ上ではお互いやっぱ下の名前で呼ぶからそんなに混乱は起こらないですよね。そうですね、おそらくある意味解説者泣かせですね。宮崎清原選手がいて、宮崎智彦選手がいて、阿部海人選手がいて、阿部隆選手がいて、これ解説は実況泣かせですね。そうですね。はい、はい、そして、来シーズンから新加入内定選手が発表されました。関西学院大学より本山遥選手、1999年6月5日生まれのディフェンダーです。これまたディフェンダーでサイドバックもセンターバックもできる選手で、関西学院大学ではキャプテンも務めている選手なので、非常に楽しいです。なんかうちらしい選手というふうには、聞いてますけど、真面目な人柄もっていうような、ところではありますけど、ツイッターでも配信したんですけども、本山選手にメッセージが届いていますので、先にこちらをご覧いただければと思います。どうぞ。アジアの岡山ファンの皆様、はじめまして、関西学院大学の本山遥です。ポジションはディフェンスをやっています。プレーの特徴は、対人の守備のところと、豊富な運動量のところです。一日でも早くファジアーノの勝利に貢献できますよう、頑張りますので、応援よろしくお願いします。また、関西学院大学サッカー部も、日本一を目指して頑張っていますので、応援していただけると幸いです。よろしくお願いします。さあ、本山選手のインタビューを見てもらいましたけども、どうですか、さあ。この時期にやっぱ内定が出るっていうのは本人にとっていうのはどうなんですかね。どうなんですかね。僕自身がそのなんだろう、プロ入りが決まったのも大学進学とかも、あとはまあサッカー引退してアジアの就職が決まったのもなんかこうバタバタだったので、うんうん、そういった意味でなんかこう、そうか、はい、こんな何ヶ月も前から、うん、先が決まってるっていうのはある意味
私の中では考えられないと言いますか。どういう心境なのかなって。琉球が決まったのは結構ギリギリやったね。そうですね、後の方でしたね。あ、そうなの、年明けてから、はい、いや、年明ける前は前ですけど、でも、キャンプがもう1月とかに始まっちゃうんで、うん、多分決まってからそんな期間もない中で。なるほど、じゃあ、2007年の12月とかに決まったって感じか。そうですね。なるほど。まあでもね、はい、早く決まればやっぱり、まあ、その分準備もありますし、最後のところだけね、大学サッカーにも打ち込める時間もありますし、あとやっぱここからの伸びしろというか、当然大学サッカーとプロのやっぱレベルっていうのも違うでしょうし、その辺もやっぱり本人もやっぱり感じていける部分もあるのかなというのは思いますけどね。ぜひやっぱり新卒の選手ですし、まあ、今年でいうと萩田選手も木村隆選手も、まあ、新卒で1年目でバリバリ活躍してくれてるんで、ぜひそういった選手になってほしいと思います。はい、そして、続いてはですね、今回のゴールシーンなんですけども、前節、5月30日、30日アウェイ松本戦で生まれた3ゴールです、こちらをご覧ください。課題のセットプレー松本ディフェンスです。決められるか岡山、木山が決めた。胸で収めて、まあ、吹かさないようにしっかり打ち抜きましたよね。上条前を向く、進入してシュート、追加点上条。ファーサイドからマークシュートですね。先ほどもねミドルシュート打ってるんで、松本ボールすぐに始める。ただこのボールがこぼれて山本、山本利き足の左足ではありませんでしたけれども、まあ、逆にね、それがうまいことこう相手の、ね、股を抜けて。はい、3ゴール見てもらいました。まあ、本当に気持ちいい勝ち方ですし、まあね、3点とも美しいゴールだったと思いますけど、差的には振り返るとどのゴールが一番でしょうか。やっぱり木山じゃないですか。木山選手、うん、1点目、はい、まあ、本人も久しぶりのスタメンということもありましたし、うん、あとは古巣松本相手だったので気合も入っていた中でのゲームだったと思うんで、まあ、そんな中から生まれたゴールっていうのは、まあ、気持ちを感じましたね。なるほど、はい、やっぱりね、本当にこう試合を通してやっぱりこう久しぶりに先発になっている選手、まあ、ちょっとまあ、ベテラン勢といいますか、まあ、30代の選手が、まあ、チームを引っ張ってたような気もしますし、やっぱ球際も強く受けてたような気もするんで、ぜひあんな、ね、松本戦をベースにこの東京ベルディ戦も臨んでほしいなと思います。そしてこの3ゴールのうちですね、今回のゴールを解説してもらってるんですけども、2点目の上条選手ゴールを解説してもらってるんで、こちらをご覧いただきたいと思います。こちらをご覧ください、どうぞ。上条前を向く、進入してシュート、追加点上条。ストップ。でこのリオに出したんですけど、でリオに出した後に、まあ、もう一回とりあえず受けようと思ってて、で、はい、スタートお願いします。ストップ。でここでもう受けた時に前にスペースがあるの見えたので、まあ、まずはファーストタッチで打つ意識と、まあ、そのこの右斜めの選手が出てきた時にかわすっていうイメージは持ちながらここに受けに入ったんで、はい、ストップ。でこれ一番のポイントが打てるところに一発で置いてるところなんですけど、まあ、そこでやっぱり何タッチもしちゃうとこの食いついてくる選手に対して余裕ができなくなるので、まあ、このゴールは、まあ、このファーストタッチでほぼ決まったかなっていうイメージなんですけど、でもかわした瞬間にはもうコースも見えてましたし、ダブルタッチの位置も良かったので、
まあはい、うまく余裕を持ったゴールだったのかなって思います。まあイメージ通りですし、まあ、あのファーストタッチでやっぱり決まったかなってイメージはもうあるので、まあ、改めてこういう細かいところの大事さを気づいたかなって思います。はい、はい、上条選手のゴール解説でした。さあ的にはどうですか。もうビューティフルゴールでしたけども、まあ、あの相手をかわした時点でもう決まってましたよね、うん、そうね、はい、見えましたよね、ゴールでの軌道が。やっぱ上条選手も言ってもやっぱ飛び込んでくるやっぱファーストタッチ目っていうのがやっぱり大事なんですね。どこにボールを止めてっていうところで、ね、だから本当に、イメージ通りに、うん、まあ、見てる僕らもちょうどカメラ目線、カメラの位置がね、ここみたいな感じでしまう。やっぱりそこ来てくれた、うん、そのイメージもやっぱりなんか合致したみんなゴールだったような気もします。あの今週のベルディ戦も前回の、3点がまた決まるような感じで、現場の方にはチームの方には頑張ってもらいたいというふうに思います。それでは、先週ですねお届けしました、あの宮崎智彦選手のインタビューの後編、残りですねが残っていますので、こちらをご覧いただきたいと思います。こちらをご覧ください。どうぞ。そうそう、ただ岡山の街のイメージとかあんままだ、そうですね、まああんまりあの、まあ、まだその岡山の街にも歩けてもないので、うん、まあ、ね、この先もね、まあ、どうなるかわからないですけど、うん、F 棟の時に有馬さんと一緒にやってて、はい、え、向原くんは？健太は、僕が高校3年生の時に中学3年生かな。あ、はあはあ、まあ、でも同じグラウンドだったので、あ、あのよく会ったりはしてました。なるほど、なるほど、はい、あ、で、沢が、大学の1校です。1校への先輩で、はい、で関戸、ケンジが3つ下、3つ下、4、1ですね。だから、ケンジはそんなに一緒にやってるわけじゃないというか。あ、そうですね。だって言うたら4回生の時でしょ、はい、はもう大学選抜も選ばれ、はい、まあ、鹿島にも行く、はい、言うたらもう王様じゃないですか。いやいやいや全然ですよ。いやでもすごい関戸はあの鳴り物入りで入ってきて絶対そんなないでしょ。いや本当に。でそれで、スタッフからも、選手からもすごいいい選手いるよっていうのを聞いて、でもちろんその試合トップチームには出てないんですけど、うん、その JFL の1個下のチームとかで出てたのを見てたんで、まあいい選手だなって思ってたんですけど、まあ学生時代、まああいつもともとああいう性格なんで、あのおしゃべりって感じじゃないですし、あのそこまで話したっていう記憶はないんですけど、まあここ来たらさすがにいい対応してくれるかなと思ったんですけど、もういつもの関戸選手のもう皆さんこんにちはでお前さ俺さ一応大学のさ、まあ、先輩後輩の仲じゃんって、はいはい、なんかさもっと楽しくさ話そうよみたいな、怖いんでいやほら怖いんでやっぱり怖いんですよ全然そんな怖いだって王様ですよそれは。同期に椎名選手がいて、あ、そうそうそう、椎名君は、椎名選手はもう変わらずあんな感じの、もうあいつは素晴らしい本当に人間性岡山で決まった時とか、まあ、練習参加最初は誰に保護するんですか。まあ、椎名選手と関戸選手だったらやっぱり椎名選手、椎名だけ、はい、でもそれこそ、練習参加させてもらうことになったっていうのは、うん、一番最初に椎名に連絡して、でそれででも一応ね、まあ、状況も状況でしたし、あ、ちょうど椎名選手が、うんうん、髪の毛切った、しないですよ。さっぱりした。さっぱりして。うん、髪の毛切れよって俺がずっと言ってた。あ、なるほど、うん。やっぱあっちの方がいいよ、うん。それに対して髪の毛切れよって言ったら椎名君は。まあでもそろそろ切ろうかぐらいの感じ。なるほどね。大学時代は結構仲良かった。まあでも仲良かったですよ。仲良かったっていうよりかは、うんうん、まあ一緒にトレーニングもしてましたし。だって同期何人プロ行ったの？すごいよな、まあ、K リーグも入れたら12、3人かな。へ、まあ、じゃあちょっと、まあ、最後ちょっと締めに入っていきますけど、はい、まあ、ここから、はい、まだシーズンはたくさんありますけども、はい、まあ、どんな活躍をというか、まあ、抱負も含めて
まあ、期待していることころはねやっぱり僕もいっぱいありますし、まあ、この前の千葉戦のねやっぱり最後 4-1 からまあ1点取った、はいはい、あのやっぱり宮崎くん、まあ、宮崎選手からのやっぱり左足で右サイドで出してと、うん、やっぱああいう展開力っていうのもやっぱチームから期待されていると思うし、はい、宮崎選手自身はやっぱどういうプレーを今後していきましょうか。そうですね、まあまあ、そんなにこれといった武器がないですし、うん、あのこれといって目立つようなプレイヤーではないので。いやいやそんなことはないです、まあ、まあでも自分にできることっていうのはゲームの中でもあると思いますし、うん、今まで経験してきたことあの培ってきたものっていうのを、うん、この若いクラブ若いチームに、うん、あの少しでも還元できたらなと思いますし、うん、まあ、その中で自分も活躍して、チームを引っ張っていけるような存在になっていけるように、うん、はい、頑張っていきたいと思います。はい、ぜひ期待します。はい、じゃ最後にファンサポーターの皆さんに一言お願いします。はいはい、背番号11番宮崎智彦です。これから、ファジアーノの岡山のファジアーノ岡山の一員として頑張っていきたいと思います。精一杯応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。活躍を期待してます。はい、頑張ります。はい、宮崎選手でした。まあ、あの前節松本戦もあの先発で出てましたし、まあ、徐々にコンディションも上がってきてるなというふうに思いました。サッカーを知ってるって感じですね。どうですか。まあそうですね、技術も高いですし、本当ミスもなく安定しているプレイヤーなので、まあ、実戦をこう重ねるごとにどんどんコンディションも上がってくると思いますし、期待したいですね。そうですね、やっぱ落ち着くよね、安定するというかね、うん、そういうのが非常にありましたけども、まあね、東京ベティ戦、まあ、誰がどう出てくるか分かんないですけど、出た時にはぜひ活躍してほしいですし、やっぱり新加入のね、シーズン始まってからやっぱり加入っていうのは難しいんですけども、そういった意味でうまく加入してくれていればですね、まあ、このように活躍もしてもらえますし、まあ、あとやっぱり阿部隆選手新加入で入ってきているので、そういった選手のいい流れを作ってほしいなと思いますね。はい、というわけで今緊急事態宣言下ということで、もう残念ながらこちらのサッカースクールがですね、今活動を、まあ、中断しているわけなんですけども、まあ、できることを、まあ、やろうということで、まあ、コーチたちがいろんな工夫を凝らしてやっています。これからちょっと沢コーチとしていろいろご紹介をしてほしいと思います。はい、よろしいですか。はい、私も週2回サッカースクール担当してますけど、現在、まあ、1000人近いスクール生が在籍している中で、まあ、ファジアーノスクール、サッカースクールは、まあ、通常のサッカースクールは中断されていまして、まあ、そんな中でもスクール生の子どもたちのためにさまざまな工夫をコーチ陣が工夫をしながらやっております。そんな中でスクール生が自宅でトレーニングをできる動画だったり、スクールコーチの紹介動画なんかをアップして、やっていまして、まあ、今後も楽しい企画とかも考えているので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思っております。はい、ありがとうございます。この実はスクール動画は僕も、まあ、息子がサッカースクールに通わせていただいているので、コーチたちの紹介動画とか、まあ、家でできる練習メニューなんかも配信してくれて、非常にまあ、親子で楽しめる動画というふうになっていますし、やっぱり親と、まあ、お父さんと、まあ、子供、まあ、息子さんだったり娘のお嬢様だったり、やっぱりそこでまた絆が作れるという、一緒に遊べるコンテンツにもなっているので、まあ、非常にいいなというふうに感じていますし、当然緊急事態宣言が明ければ、スクールが開校になればですね、コーチたちまた生でリアルで触れ合うことも大切だなというふうに思いますし、またこうやって現役だった、まあ、プロ選手だった澤コーチの方に、まあ、教えてもらえるって、これもまたファジアーノのいいところだと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、それでは、明日ですね、6月5日、ホームゲーム行われます東京ヴェルディ戦なんですけども、まあ、前回はリモートマッチということで無観客試合でしたが、今回はファンサポーターの皆様でですね、
あのご来場をいただくことができます。まあ、ただあの緊急事態宣言下ということもあってですね、あの多くの来場は、まあ、残念ながら見込むことができないんですけども、まあ、前回に引き続きですね、なんとあの自宅でも観戦を楽しんでいただけるように縮小版ですが、YouTube であのライブ配信も行いますので、楽しみにしていただいてもらえればと思います。またあの新しいことを我々取り組もうと思ってますけども、さあまたこれ我々現場スタジアムから生配信が待ってますけども、今回の意気込みはどうしましょうか。まあ、前回はひどかったんでねまあその反省を本当に引かせて、はい、ライブになりますからさ、しっかりと現場の空気を伝えていけたらいいですし、ある意味スタジアムに、ね、お客さんが来ていただいてますから、スタジアムからでもその YouTube をライブとして確認いただきながらも目の前でさあ喋りますから、まあ、同時並行に見ていただくのもいいのかなというふうに思いますので、ぜひご視聴いただければと思います。またですね、6月7日はさあ、誰の誕生日か分かりますか。6月7日なんと、はい、誰の誕生日か分かりますか。うちの子供たちの誕生日ではまずないですね。ないですね、はい。のかずなのかというと、たくさん、あ、そう、俺の誕生日って言いたいところなんですけど、はじまるの誕生日なんです。はじまるの誕生日、はい、6月7日誕生日で、まあ、この試合ではですね、特別に、誕生日のはじまるグッズがたくさん出ますし、あとはバースデーイベント当日6月5日ですね、ご用意してますので、ぜひ皆さんご来場いただいてですね、はじまるの誕生日を一緒に祝っていただければと思います。今日もこういったオンラインで、届けてきましたけども、やっぱりリアルでもいいですし、やっぱこのオンラインでのやっぱ難しさもまた感じましたね今日も。まあでも逆にそれもいいんじゃないですか、味があって。味がありますか。味があってですか。はい、そう言っていただけるということです。でもね、本当に今緊急事態宣言下、まだまだ予断を許せない状況ですので、皆さんこまめな手洗いと、あれは密にならない状況をですね、作っていただいてですね、なるべく、まあ、ご自宅にいただきながら、まあ、パジアラも応援し、そして来れる方はスタジアムに来ていただいて、すぐ応援をいただければというふうに思います。今日も、ファジアのニュースお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。キャリオンプレゼンツファジアのニュースは株式会社キャリオンの提供でお送りしました。キャリオンさん、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。